段はまあ5月、6月、初夏の花になります。分類としては蘭科、シラン属になります。で、シランっていうのは、東アジアに生えてる植物ですね。で、生えてる場所は、草原とか、ちょっと岩がゴロゴロしたようなところにも生えてるそうです。で、このシラン属には大きく分けて、シラン、アマナラン、オクラケアとあります。それで、日本に生えてるのが、日本から中国大陸南部ですね、まで生えてるのが、シラン。で、アマナランというのは台湾島だけに生えてる、仲間ですね。この2つが非常に近い種類ということです。で、栽培のポイントですが、丈夫な植物ですので、真夏、真冬以外であれば、いつやっても構わないということになります。基本的には春の芽出しぐらい、冬の間は地上部なくなりますから、春芽が出てくる頃にやるのと、花が咲き終わって、夏の暑さを超えて、秋口にやるのが、一般的だと思います。で、植え方ですが、こちらがシランの写真をちょっと Google の方からスクリーンショットしたものなんですけども、シランというのは一つの、塊、根茎から二つの芽ができるんですね。基本こう二つの芽ができます。こういうとこから一本、二本って出ます。そうすると伸びる方向っていうのが、植えるときにはわかるので、伸びる方向に少しこう余裕を持って植えてあげるといいかなとは思います。で、置き場所は基本日向なんですが、もう夏の間はちょっと半日陰とか遮光してあげた方がいいと思います。で、水は好きなので普通にたっぷりあげてください。で、土は何でもいいです。こだわりは特に持たなくて結構ですね。で、肥料は一般的な夏の山野草と同じように植え込み時に、ガンプなどの緩効性肥料で、春芽出し頃とか、ちょっと芽が伸び始めた頃に置き肥をしてあげるとか、または葉っぱがあるうちは、真夏を除いて定期的に液肥を、あげてください。病害虫に関しては一般的な虫を注意してればいいと思います。葉っぱに、ハダニが入ることが多いですかね。青虫っていうのは記憶にはあんまりないんですが、で、アブラムシはもう春先どんな植物にも入りやすいので、春、花芽が上がってきた頃にアブラムシにたかられちゃうと花芽ダメになりますので、一般的な殺虫剤使っておけばいいと思います。で、株分けに関しては、増殖に関しては株分けです。先ほどの写真ですが、これが今年花咲いたとします。そうすると、秋までに、今度はここから、この1本から2方向にまた芽が伸びていくんですね。で、それをまた外してあげると、また増やすことができます。これもそうですが、一番最初の写真ですが、2本出てますね。この2本が花を割って、で、今度根っこが成長し始めると、ここを基本としてまた2方向に芽が伸びますので、それが来年の芽になります。今年の芽はそれで花咲かせた後死んじゃいます。で、そのできた米っていうのを使って増やしていきます。そして、乾燥ですが、丈夫でよく増える植物です。植え替えは3年ぐらいっていうんですけども、これが毎年2倍2倍で増えていくので、一番最初のような、このようなポットだと、もう2年目にはパンパンになっちゃいますので、ちょっと余裕のない鉢に植えてる場合は毎年かなと思います。余裕のある、スペース的に余裕のある鉢に植えてあるんであれば、3年ぐらいでやれば、いいと思います。4、5年置いちゃうと、もう芽の数がもう、すごい塊になって、
株分けするのが大変になりますね。そしてまあ鉢植えの場合はそうなんですけども、庭植えの場合はもう植えっぱなしで、よく増えてくれる植物ですね。で花付きも地面に植えとくと非常にいいです。でうちにも庭に植えてあるんですが、これだいたい半日陰のようなところに植えてもう20年30年になりますが、よく成長してますね。真夏でもカンカン照りになるような場所は庭植えでも避けた方がいいかなと思います。鉢植えだったらもう夏のカンカン照りになるとすごい葉っぱが傷むので、半日陰で遮光した方がいいって言いましたけども、庭植えでも日向は避けてちょっと日陰ができるような場所が理想ですね。でこれがまあうちにあった種類ですけども、基本的にはこれが標準的な色です。青紫、薄い青紫ですね。で中には本当に青に近いような紫のもあります。で当然白花もありますね。この辺がまあ標準的な花の咲き方で、でこれがちょっと花見づらいかもしれないんですけども、山頂咲きシランといいまして、ちょっと花の形が変わってます。でこちらが口紅シランといって、白花の先端に舌に赤が入るっていう感じですね。そしてこういうのは多分園芸種、交配種になると思うんですね。それは多分この近縁種である台湾のアマナランあたりとこう掛け合わせて、多分新しい品種とかができてきてるんだと思います。今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。SNS もやっておりますので、興味があれば見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。